一旦再接続してます。はい、OK です。はい、じゃあ今後アキちゃんの、はい、ところでは、まあ、前回出た時にね、はい、いろいろイベントとかしたじゃないですか。はい、はい、もうね、好評だったみたいでね、うん、この間すごかったです ね、喜んでいただいたみたいで、はい、ああいう企画ものをちょこちょこやりながら、ちょこちょこ、今月は結局ゼロかな、うん、なんですけど、うん、月明けてすぐ10月1日に、うん、日曜日なんですけど、茶壇で花火があるので、うん、それに合わせて、はいはいはい、うちのお庭とか、うん、すぐ庭の向こう側が遊歩道になってるので、うん、そこをちょっと勝手に使っちゃって、うん、食べ放題飲み放題でみんなで花火見ましょう的な、あ、いいね、いい、お肉を大量に提供してくださる、うん、あの方が、あの方が、レーマーの方が、はいはいはい、MC ですね。そうです、そうです、はい、いつも頑張ってますね、MC は。Nミートの MC ですね。あ、そうです、そうです。ややこしい。致死量持ってくるからって言ってくださって、あの人の得意で、得意文句で、いいですね、超いい、ものすごい美味しい肉を大量にね、食べきれないぐらい持ってくるから、アグーのソーセージとかね、そう、美味しいね、あれうまい、あれうまい、そうそう、なんで10月1日に花火上がるんですか。ネットで茶壇で花火いつかなって見てたら、結構毎週のように花火は上がってるんですけど、ペチタンでまだ暑いから、うんうんうん、そう、外に出たくないじゃない。あ、そういうこと。そう、10月ならギリギリもうする涼しくなってるかな。あ、そうだよね、うん、最初ビアガーデンも嫌がってましたもんね、あきちゃんね、暑いから汗人一倍なんだろう、代謝が良くって、でも今日ぐらいな感じだったらいいでしょ、全然今日は気持ちがいい、気持ちいいでしょ、すごい気持ちいい、いい感じの風、本当に、10月1日、ね、何時からぜひ行きたいですね。6時からね、ぜひぜひ、ね、食べたい食べたい、何曜日、な、な、日曜 日曜日、うん、あ、大丈夫かな、6時、うん、大丈夫大丈夫あ、何、あ、違う、予定減ってるな、いやはい、肉か予定かどっちだろう、はい、肉でしょう、いや、ね、いや、昨日おととい関西で会ってきた人なの、デートか、デートなのか、歌子さんとデート、誰と、歌子さん、じゃあ歌子さんとご一緒に歌子さんと8時まで仕事なんだよね、そうか、まあまあちょっとね、うん、時間もし、はい、抜けてこれるんだったら、うん、だって例のアグー肉ですよ。ねえ。ねえ。そうそう。あれはうまいぞ。6時からだと結構明るい時間からだね。そう、だから、うんうん、あのね、ご家族連れでもいいかなって、日曜日だし、お子さんも一緒に来てね、食べてね。今がね、6時半過ぎぐらいだから、うん、こんな感じでしょ。じゃあ7時過ぎないと花火あげられないから、多分、うん、花火って8時とか8時半とか、うん、そのぐらいだろうね、そんなもんかな、だからみんな結構出来上がって気持ちいいかなって、お腹いっぱいかなっていう頃かな、その頃に間に合わせばいいね、僕もね、うん、そうだね、うんうん、それまでちょっとお昼から長丁場で、うん、仕事してるから、お腹空かしてから、うん、じゃあ行きます、はい、じゃあ松田さん言っちゃったもういいんじゃないですか言っちゃった、まあまあでもね、いっぱいいっぱいいるからその名前、ね、ね、はい、沖縄もね、一緒に投げたらみんな松田だから大丈夫大丈夫理解言うなよ、うん、大丈夫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 、はい、ということで、ね、はい、楽しみに、まあ、そういう、まあ、イベントとかもやりながらね、はい、ちょうどね、あきちゃんのお店のセントマリーノさんのこの周りっていうのはわりかしね、なんか自由にバーベキューできそうな感じでね、うんうん、みんなあの辺全部私のかなっていうようなイメージ、ね、うん、お庭みたいなね、そうそう、小川が流れててさ、うん、小川、うん、まあ、小川あれ小川かなちょっと今綺麗に言ったよね、うん、いや、まあ、まあどんな川かはね、うん、ちょっと見に来てもらえばそういいと思いますけどね、まあ、うん、花火あれじゃない、持ち込んでもいいんじゃない、多分うん、いいですね、そうそう、うん、線香花火とかさ、ちょっと、うんうんうん、花火できるやつね、だって上がる花火って言っても、うん、10分15分ぐらいで終わるじゃん、もう終わっちゃう、パンパンパンって、うん、でその後はみんな花火持ってきて、うん、花火大会やる、いや楽しそう、ね、あ、いいですね、花火それやったらいいですよ、ちょっとね、夏の終わりの花火ね、うん、線香花火とかやったいで、ね、浴衣着てきたりとかさジンベエ、男はジンベエ来て、あ、いいね、うん、ちょっと話がどんどん大きくなってるけど大丈夫ですか私、また着るのかなって
なんで俺がイベント企画してんだよすごい、でもいいですね、うんうん。まあ、ちょうどこの季節はね、もう外でも本当に気持ちいい、うんうんうん、季節なんで過ごしやすい、うん。ただ まだね、これからも台風18号が去った後なんですけど、うん、なんか例年ね、24号25号ぐらいまで来るから、まだあるかな、まだ来そうな感じだよね。ね、10月ぐらい、10月も台風来るしさ、うんうんうん、11月っていうのはあまり聞いたことないんだけど、うん、もう来月いっぱいまではもういつ来てもおかしくないっていう感じなんで、気をつけながら、まあ、でもそんなに、今年は、昨日だった、昨日、うん、一昨日まで、うん、エイサー祭り、全国エイサー祭りでね、うん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 、これも本当に台風と台風の間、台風が過ぎた直後でしょ、うんうんうん、すごい天気も良かったみたいで、うんうんうん、2日間で23万人が来場したっていう、へー、あれすごいじゃん、全島エイサー祭り大会と、うんうんうん、隣ではオリオンビアフェスタ、そうそうそう、全然、ね、ミュージシャンも普段ね、うん、見れないミュージシャンがさ、うん、ただで見れるみたいなもんでしょ、うん、もうビール飲みながら、うんうんね、あ、行ったことある？あるあるある、本当に行ったことある、あきちゃん、はい、もうなんていうかな、普段はグランドになってるのかな、赤土のグランドみたいなところに、うんうんうん、テーブルと椅子をもうこれでもかっていうぐらいブワーって並べられてるわけ、うんうんうん、もう何千人も座れるぐらいな、でそこの周りにビールのブースがあって、うん、で焼き鳥とかいろいろあって、そう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 、もうビアガーデンになってるけど、このグラウンドが、うん、でそこにでっかいステージがあって、うんうん、すいませんね、今またヘリが飛んでますけど、飛行機の音で聞こえてるかな、マイクを近づけたら大丈夫です、はい、このでっかいステージで出演するのが、まあ、2日間にわたってね、うんうんうん、オリオンビールのコマーシャルに主に出てくるミュージシャンが、今回もね、ディアマンティスとかね、生間明さんとかね、ましたね、はい、マナミとか、前はビギンも出てて、すごかったよ、ビギンの時、ビギンの時は CM 撮りしてたわけ、うんうん、でワイヤーのカメラとかあるじゃない、バーっていくやつとか、クレーンのカメラとか、うんうん、あんなのもいっぱい来てて、そこに僕らいたわけ、へー、だから CM 撮ってますから皆さんステージに近づいてわーって歓声上げてくださいと思って、うん、みんなで言ってわーって、へー、多分点々であれみたいに映ってるかもしれないけど、リクさん絶対シルエットでわかるからシルエットで絶対リクさんわかるから、まあ、そのちょうど CM 撮りの時に、うんうん、その会場にいたわけ、うーん、あれもすごい盛り上がるね、これね、ああビギンだよ、うん、いいね、今ね、もう沖縄の本当にビッグミュージシャンの、ね、うん、もう一人っていうかさ、うん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 、すごいもんね、もあれも良かったですね、アムロコンサート、あ、そうそう、ね、もう2年2回ぐらい流れてましたよね、確か、うん、ね、前回今回はどうなるかなと思ったけど、そうです、そうです、ね、うん、土曜日はちょっと雨降ったけど、日曜日はね、うん、晴れてちゃんと花火まで打ち上げられたみたいなんで、ね、安室奈美恵の 2days のコンサートもすごい盛り上がったみたいで ね本当良かったなと思って、前回中止になった時の、うんうん、安室奈美恵のステージ見たわけ俺、はいはいはい、宜野湾海浜公園って羽黒祭りある会場があるんだけど、うん、あそこにもうどでっかいステージ作られてたわけ、うんうんうん、で台風がもうほんと接近してたから、うん、これ使わずに撤去したんだよ、また壊して、だってあれもう画像撮ったもん俺、うん、これ県外から持ってくるんだよね、やっぱり運ぶんだよね、うん、そうそうそう、でまたもう返すってことだよね、うん、あれはね、安室奈美恵の場合はすごいステージを作るから、うんうんうん、もう10メーター以上あるハイヒールとかさ、うんうんうん、こんなのセット作るわけ、組み立てて、うん、でこれを、ね、大型トレーラー、うん、まあ、10台とかね、うんうんうん、何台で、うん、フェリーに乗せてくるわけよ、でそれで何日間かかけて組み立てて、うん、ステージを作っていってやったりするわけ、うん、で今回のはコンベンションセンターで屋内だったから、うんうんうん、もうね、万全にバッチリできたと思うんだけど、うん、屋内だったっけ、
前回は屋外だったから、あ、はいはいはい、このステージをもう使わずにそのまま壊したわけ、うん、完成されたステージ、ね、あれすごいステージだったよ。でも、うん、今回は本当に無事できてよかった。そういうね、沖縄の場合はね、その台風のリスクがありはするんだけど、うん、そうそうそう、まあね、この時期この空気感でさ、うん、コンサートライブやったら楽しいよね。だビオリストとか、うん、エイサー祭り最高だったと思う。もうたまらんたまらん本当に。これちょっとね、県外の人にもね味わってほしいな、この感じ、うん、エイサー見ながらビールね、エイサー本当に最高、ね、うん、はい、まあ、なんやかんやしてもうちょっと40分になっちゃったけど、あのね、一旦CM 挟んで、はい、ね、ラストトークいきたいと思いますんで、 CM どうぞ。前回とか前々回も、うん、ちょっとツイキャスの調子が悪かったりして ね、だから、ね、パソコンがなんかデーラッカーなってるけど、え、ね、あ、デーラッカーから持ってきた。あ、そうなんだ、今日デーラッカーだなと思って、はい、いつもね、高松まりさんありがとうございます、はい、うん、ね、私も名前覚えちゃいました、はい、うん、ありがとうございます、いつも聞いてくれてて、うん、いいですね、そう、あ、なんか写りもいい感じになってるね、うん、ああ、綺麗な感じ、もうちょっとで、CM 明けもうエンディング手前ぐらいでまた夜景をねお見せしますんで、うん、楽しみにしてくださいね。いいですねこの眺め、やばいね、なんか ね、いい感じになってきたね、夜景もね、うん、この番組中にさ全然違うよね、うん、はい、ということで、はい、レッツ深呼吸、ビアガーデン B サイトからお届けしてます、うん、今日のゲストさんはね、まあ、ワインバーセントマリーノのオーナー名尾明子さんです、ね、明ちゃんは、ね、本当にワインにこだわって、ね、サンマリーノさんの、ね、ワインを白も赤もね、スパークリングワインも美味しいワインもね提供してるんですけど、はい、ちょっと今年は、本数がちょっと足りないってことで、うん、飲み切ったみたいなんでね、また私がじゃないですよ、それだけねファンが増えて反響もすごかったっていうことで、ね、ちょっとね、うん、そう、でも今年ね足りなかったってことはもう来年はね、そうちょっとそういうこともないような感じになってくるのかな、生産そうなるといいですよね、うんうん、生産時期っていうのはもうね、やっぱり時期は決まってると思うんだけど、だから来年のねちょっと多めに作ってもらってたら、うん、ね、ラッキーなんだけど ね、うん、ね、また来年が楽しみ ね、 ね、うん、ね、それをまた来年のこの入ってくる時期に楽しみにしてね来られるお客さんもいると思いますし、うん、本当美味しいんでね、うんうんうん、最高、いいと思います。なんか他にあきちゃんの方からはい、告知とかありますか。告知、うん、前回出させていただいたときに、うん、ちょっといいパスを出たよっていうお話をしたんですけど、はいはいはい、1週間のトライアルをして、はい、本当はその後に1週間に1回とかっていうのを、ね、うんうんうん、やるんですけど、うん、今日のために一生懸命やりすぎてとかやってっていうよりも1週間だけを集中してやって、あとは放置の方がいいのかななんて思って、あのあと1週間一生懸命頑張って、その後前回から約1ヶ月経ってるので、もう普段の生活の状態で、でもほうれい線がなんかだいぶ自分の中でちょっと後でビフォーの写真を、はい、チェンジーカーに見てもらって、多分今ね聞いてるお客様うん、どういうマスクなのかっていうのが分からないと思うんで、ちょっと詳しく、なんだろう、もう本当にいい美容成分がもうギュッて、うんうん、もうマスクに入っている入っているので、そのマスクをもう本当にでももう顔にのせるだけです、う
ヒト幹細胞が入ってるとかっていうね。そうですね。うんうん、でそれを本当は日頃は1週間に1回とか、うんうんうん、まあ、徐々にね10日に1回とかってしていっていいんですけど、うんうんうん、最初の、まあ、1週間も1日間ぐらいかな、うん、を集中して毎日寝る前にマスクしていただいて、うん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 、でももうマスクに美容成分が全部入ってるので、うん、その後もうお手入れしないでそのままマスク剥がして寝ちゃうっていう感じ。うん、でもそのマスクが入って1枚ずつ袋にパッケージされてるんですけど、はいはいはい、その袋にいっぱい美容液が残ってるんですね。あ、もったいない。そうだから私翌朝その袋を飲むんかい飲み物じゃねえよ。その袋をそのまま捨てずに置いといて、はいはい、翌朝洗顔した後に、あ、いいね、朝の化粧水代わりに使ってっていうのを5日間やってました。めっちゃいいです。なんか全然ごめんなさい、今ので思い出した、全然違う話になるんですけど、はい、あののし梅さんとかわかります？あのこんな10円のいかなんだろう、のし梅さんとかちょっとなんわかる？駄菓子わかんないですか？知らない、知花しか知らん多分。いや絶対わかるって言える駄菓子。なんとなくでそれがどうした？なんかあのわさびのやつとかわかる？駄菓子のあの名前なんだったっけ？わさびはわからない。だから知花それがどうしたの？もうそこ話すべてよ。これねわかるとかないと。これあの食べた後に袋に汁がめっちゃ残るんですよ。自分もそれ翌日まで置いておいて、はい、朝になったら朝ごはんとして食べてましたっていうそれだけですマジで、はい、それだけです、はい、以上ですもう全くね聞いてると意味が分かんなかったと思う。だけど気持ちすごい分かる。あ、でもほら高松マリーさん分かるって分かる。あ、すごい ね、あの汁重要だよね高松マリーさん。え、でもそのわさびわさびとかいろんな種類があるんですよ。のし梅さんとか、うん、のし梅さん、そうそうそう、この梅のタレがめっちゃうまくて、うん、これを置いとくんです。もうさん付けなんだね。そうそうそう、のし梅じゃないんだね絶対わかる人いるからあ、さんはそれだったの。いやだから多分わかんない、さんはチカがつけちゃったのかもしれない。のし梅かな。え、のし梅さんだよまあいいや、まあいいや、それだけですあ、ね、まあね、いろんな幼少期のこの駄菓子の記憶ってあるよね、おのおのね、うん、年代によっても違うし、うんうんうん、駄菓子屋さん、ね、今ないからね、もう、うん、でもあれ食べてた、好んで食べてたものって、でもあれの正体なんだろうって、まあちょっと不安になるけど、あ、今考えればね、うんうんね、昔はね着色料が入ってるから、うん、もう食べない方がいいとかっていうのもあったけど、まあ今健康にねやっぱり、みんな気遣ってきてるんで、うんうんうん、今でもね、イオンとかどっかのこう中にあるじゃない、うん、あ、ちょっとあるね、うん、昔ながらの、うんうんうん、一銭町屋みたいなね、駄菓子屋さんみたいな、お台場とかでもあるじゃない、うん、あるある、ね、もうこの一角は昔のね、うん、夜市のこのゲームがあったりとかさ、ね、そんな雰囲気のところあるよね、うん、だからまだ作ってはあるし、いるし、うんうん、残ってるんだよね、一部、うん、だからあの懐かしんでああいうところでね、うんうん、あのカゴにいっぱい買って、ね、買っていく人もいるしね、うん、いやだって見ると入りたくなっちゃう、懐かしくて、ね、なるよね、買っちゃうよね、大人買いしちゃうよね、うん、そうそう、この昔買えなかったからねそう、うん、あのイカとかあるじゃん、うんうんうん、ああいうの一本ずつ買ってたのが、うん、大人になったら大人買いできるから、うん、箱買いすんだよねあのボトルごとっていうかさ、それこそ、ね、駄菓子屋の、大人買い、うん、もう、うん、あの頃はもう一個買うだけでも、うん、ね、少ない小遣いの中からっていう感じだったけど、うんうんうん、大人になったらお金あるから買っちゃうんだよ。でもああやってさ、欲しくて欲しくて一個買って食べるのがまた美味しかったんじゃない？うんうんうん、まあ大人買いしても酒のつまみになるのもあるけどね、うん、ありはするけど、ね、モロッコヨーグルトってなんだ、高松マリーさん、モロッコヨーグルトとか梅干しとかって買ってたみたいだけど、モロッコヨーグルトかも、私がよく食べてて、今何あれ結局なんだろうって思ってるのって、モロッコヨーグルトって何だ。でも今現在売られてるのは、うん、ね、そんなに体に悪くはないんじゃないの、うん、今残ってるものに関しては。これまだ売ってるのかな、モロッコヨーグルトって、うん、見たことあります？モロッコヨーグルト、あ、でも、うん、あ、その昔ながらの駄菓子屋さんみたいなところには売ってる、うん、あ、小さいあれって、あのなんか小さいで、なんか木のヘラで食べるやつかな、
へえ、ちょっと探してみよう、気になる駄菓子ね。もうなんか梅え、なに、小梅さん、小梅ちゃんじゃない、何、あの襲名、の襲名、の襲名からもうちょっと駄菓子屋の話になっちゃってるけどね。それだけど、あのまあね、あきちゃんの店でもこの昔ながらの伊勢町屋みたいなあの駄菓子パって置いても懐かしがっておつまみしない、あ、いや、ワインに合う駄菓子だけよ、チョイスして、はい、置いても面白いんじゃないの。はい、考えてみる。全然悪気ないな。私が食べちゃいそうじゃない。ああ、そういうこと。そうそう、いや、いや、お客さんが懐かしがってさ、あ、同じ、そうそう、知ってる、わかるんだね、うん、一番好きだった、いいですね、うん、すいません、その木のヘラで食べるモロッコヨーグルトっていうんだ、名前は知らなかった、まあ、僕はチカとか、うん、まあ、皆さんとはちょっと世代がまた違うから。どういう意味？ああ、世代がね。そうそう、世代が違うから、うんうん、その、一銭町屋とか駄菓子屋の、うん、ものも違うんだよね、ちょっとね。一銭町屋って、うん、一銭湯を持っていくから一銭町屋で、そうそうそう、一銭湯を使ったことあるんですか？そうだよ。記憶。僕が小学校4年の時に日本に返還されたから、うん、それまではドル使ってたんだよ。小学校4年の途中までは、ドルしか知らなかったから、うんうんうん、私リッキーさんの年齢を勘違いしてたかな、もうちょっと若いと思ってた、ね、リッキーさん早く見えるよね、38歳ですよこう見えてもう、あれもう番組終わりじゃない、永遠の38歳、昭和38年生まれの永遠の38、もっと若くていいんじゃない、昭和38年生まれの永遠の38歳、38でいいの、永遠の38でいいの、いいよ、もうちょっと若くていいんじゃない、いや、それはちょっともう怒られる、それ以上いいかげんですねって言われる。そうだ、まあ、いい塩梅か、38がね。そうそうそう。だから、今日、いや、この、今、たまたま38年の話したけど、なぜかって言ったら、俺の目の前に走ってたトラックのナンバーが、3838だったわけ、うん。それ見て、俺は、もしかしたらこの人は、俺と同級生で、昭和38年生まれで、3月8日生まれだから、38にしてんのかな、もしかしたら、3月8日の3時8分に生まれたのかなとかって、いろいろ、そう、妄想しながらさ。リキさん、最近痛い子になってるよね。あ、痛いか。なんかね、あまりにもこう、最近ハードすぎて、なんかね、行っちゃってんだよな、俺ね。最近なんかわかる、行っちゃってる感ある。やばいね。まあ、楽しいけどね、見てて、こっちは。皆さんは、なんかあったかい目で見てくれてるけどね、うん、いいと思う、口はポカーンと開けながら、リキさんだから許されるよこれは。はい、ということでもう残りちょっと少なくなったけど、あ、はい、夜景がいい感じになってきました、うん、すごい綺麗、高松マリーさんも夜景どうぞ、茶壇町の夜景、観覧車も見えるかな、おいい感じ、お見えてるかな、うん、ね、すごいいい感じ、ウィアガーデンからの景色ですね、もうちょっとだけ上、そうそうそう、この位置でちょっと遠くにね、観覧車もね、見えるかなと思うんですけど、あそこが今、まあ、観光客とかいろいろ人気スポットになってる、海岸沿いにある、北谷町の、アメリカンビリッジとか、いろんな面白い、ね、建物が今、並んでますね、飲食店やら、映画館もあるし観覧車もあって、すごく若者に人気 のスポットになってます、ね、ぜひ県外でね、ご覧になっている方は、この北谷町に来てください、うん、でそこがまた綺麗な夜景が見えるこのビーサイドにもね、ビール飲みながらみんなでワイワイしながら、はい、秋葉さんありがとうございます、ありがとうございます、ここからセントマリノも見えるかな、はい、まあ見てほしいけど、あの観覧車のちょっと向こうか、そうそう、一体にあるはず、先ほどの夜景の、ね、観覧車のちょっと奥 の住宅地の中にありますんでね、うん、の検索してみたら出ますから、うん、ね、セントマリノさんで、そのビオパックもセントマリノの方に行けば購入できるっていうことですかね、はい、注文していただいて、はいはいはい、あ、じゃあやっぱ問い合わせて注文してっていうことですね、はい、結構いい本当にビオパックみたいなんでね、うんうんうん、女性はあれね、人気あるもんね、本当にね、うん、男からしてみればさ、なんかな、なんかね、あまりよくわかんないけどさでも最近男の人でも美意識高い人が増えてるから、ね、やってる方多いですよ、だから余計になんかやらなきゃって、うんうん、あ、でもわかる、でもこんな大きい顔のサイズ用ってないでしょ2枚あって、もう2枚
いやあれだって 目とか鼻とか口、うん、開いてない、開いてる、開いてます、広げても2枚ってどういう意味そういう意味やからけど、そうだよね、どうしようかな、もう特注だよね、あ特注作ってもらうしかない、まあまあそういうのも中にはあるかもしれない ね、うん、ね、韓国ね、前話したけど、うん、ソウルミョンドンとか行ったら、うん、あんなのがいっぱい売られてて、うん、日本人がもう爆買いしてるわけ、うん、中国人が日本に来て爆買いするみたいな感じで、うん、ああいうね、BB クリームって言った、はい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 、一時期すごい話題になったね、爆買いした韓国で、で BB クリーム韓国に売ってるのがいいとかって言ってネットでね噂になったら、うん、みんなBB クリーム買いに韓国に行ってたよね。その後カタツムリが流行った時には、うん、また韓国で爆買いした、うん、でその人たち大体、ね、このマスク買ってたよね、うん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 、いろんな種類売られてるからさ、うんね、もう男の僕らはもう何度こっちゃってもうあまりよくわかんないしね、うん、ただひたすら焼肉食ってたよあれも、ね、ある意味いいかも ね焼肉食べて油いっぱい顔から出してと、はいね、いうことでもうね、放送時間も残り、1分ぐらいになりましたけどね、あきちゃんが、まあ、これからね、はい、セントマリの、ね、のお店がまたね、はい、にぎわうように、ね、うん、まだいろいろイベントもねやりながら、はい、10月1日はね、ぜひなんとか時間都合して ね、はい、いいイベントになりそう、アグーのウインナー、ね、アグー肉をね食べたい、食べに行きたいなと思うんで、はい、前もってご予約が必要かな、ね、お肉の量の問題があるので、そうですね、どうしても致死量というのがあるらしく、はい、前もって人数言ってくれたらななんてお肉屋さんに言われました、はい、はい、ということでね、またね、あきちゃん遊びに来てくださいね、はい、高松丸井さんもまた ね、来週遊びに来てください、ありがとうございます、皆さん今日ね、お越しいただいてありがとうございますということで、レッツ深呼吸、この放送はワインバーセントマリのビアガンデビアガデビーサイドプレミアムウォーターの提供でお送りいたしました、また来週よろしくお願いします、バイバイ、さよならね、いい感じになってきてるので、ね、最後ら辺にこんな感じの。